はい、ということで皆さん、本日は明日がね休みということでね、ちょっと夜更かし日です。ということでね、そうですね、今は現在は夜中の11時半ぐらいなんですけども、私まだ読書感想、夏休みなんですけど今私まだ読書感想文が残ってて、これのね感想文を書こうと思って今日一日で読み終わったんですけども、さっきまで読んでて読み終わったんだけど、ちょっとねすごいね考えさせられる場面と恋愛が絡んできてて、しかも三角関係だったのやばくね、もう本当にもう何とも言えない、みんな読んでないから何ともネタバレになっちゃうから何とも言えないんだけど、マジで面白かったですこれで、その恋愛も挟みつつ、なんて言うんだろう、まあ読書感想文のねこう推薦図書って書いてあるぐらいなので、やっぱりそういう考えられる場面っていうか人とのね関係性についてよく考えられる言葉っていうか名シーンっていうのかながいっぱいあって散りばめられてて、本当に書きやすそうだなとか思ってたんですけど、私ねそのさらにプラスで2冊買ってるんですよ、本を読書感想文用に受けるということでね、もう2冊もね読んでいきたいなと思います。イエイ。ちょっと皆さん夜中に何してるかすごい気になるんです。私皆さんが、私はね スキンケアしたり漫画読んだり、あとゲームしたり、そうですね、なるねとかのそういう動画見て運動したり、あと明日着る服を決めるためにそういうなんていうかファッションショー、家で一人ファッションショー的なこともねたまにやってます。最近はね本当に制服になっちゃったのでしないんですけど、そう小学校の頃本当に毎日やってたかもしれない、明日なんかどうしようみたいな。はい、そうですね、そんな感じで夜を過ごしているんですけども、もう今日はねちょっと漫画っていうよりかはね文を読みました。いっぱい面白かったです。こちら、この言葉が君の呪いを解くならマジで題名バッチリ、もうドンピシャドンピシャです。本当にドストライクあとこうついてるんですけど、題名がマジで面白かった。あともう2冊はね10代のための疲れた心が楽になる本ってやつと、本当の心ってなんだろう、一生支える折れないメンタルの作り方っていうやつなんですけど、そうですね、私の本のなんかセレクトっていうのがなんか病んでるみたいな、すごいお母さんに言われたんですけど、私こういう本大好きで、そういうなんていうのかな、そうなんか説明的文章を今日中学で習ったんですけど、なんか説明されるのが好きで、物語も好きで、この物語もこういう感じちょっとね物語も読むんですけど、まあ、どっちもいける人で私、まあ、前回はねなぜか好かれる人がやっている100の習慣っていう本を読んだりちょっとねそういろいろなんかそういう解説本っていうのも読んだりします。はい、でも私はまだ読んでない漫画が溜まってるんですよね。2冊読んだんでぶっちゃけ書けるんですよ。なのでいいです、もうこの2つは後で読みます。どうしようかな、漫画1冊読んでいいですかね。ちょっと読んじゃいます。はい、ということでね、アイプチはねこれを使ってるんですけど、ちょっとこれ名前が分かんない、ドンキで買いました。なんだっけこれ、ダブルアイリッドハイブリッドフィルムみたいな、
書いてありました。青色のね、被膜式だっけ、使っていきます。で、私のやり方としては、まず際に塗るんだよね。際にこう塗った後に、あの線にしたい線の部分に合わせて、こういう感じで三角、こういう感じで三角を作って、で乾かします。これを二重作ります。あ、二重っていうか、あの一回塗っても乾かしてもう一回塗るみたいなね。それを両方やります。よし、これで一回乾かしていきます。鏡が汚いのは本当に許してください。ちょっとね、マジで日焼けしてさ、赤いんだよね。ごめんなさいって感じ、本当にその辺は。まあまあ、本当にさ、みんながさ、夜何してるのかすごい気になるんだけどさ、ねえ、何してるの？寝てるか、みんな。マジで日焼けすごい、ごめんなさい。今日もね、ムカついてきました。乾いたら、本当はね、あの綿棒とかで一回ね、油っていうのかな、なんか取ってから、粘着をね、取ってからもう一回塗るのがいいんですけど、今ちょうど綿棒を切らしてるので、そのまま行きます。そのまま、もう一回同じところにこういう感じでね、三角、こういう感じで三角を描くように塗ってきます。反対側も同じくです。塗ってると黙っちゃうんだよねって話。乾かします。最近ね、本当に二重がもういかなさすぎてね、泣いてるんだけど、そう、今日も泣いてたんだけど、そう今日はうまくいくかな、いかない気がする。うまくいかなかったらうまくいかなかったでね、また明日があるのでいいんですけど、こういうのは継続が力なりって言いますもんね。さあ、私さ、なんかさ、最近さ、丸顔か、なんだっけ、忘れちゃった。なんか丸顔ってお母さんに言われたんだけど、わかんない、忘れちゃった。よし、そしたらちょっと待ってくださいね。はい、そしたらね、プッシャーで、サイを作っていきます。開いて、こっちもできてるな、こんな感じでね、押して食い込ませて離すみたいな。私はね、両方使いをよくやってます。こっちなの問題は、私はここで線をつけたい。どうしても線が広がっちゃうんだよね。おかしいよね、おかしい。